のいいよ、そういうのいいよ。王座防衛なるか。はい、ハズ君も次試合なんでこの辺でお待ちください。さて、そんな感じで営業隊、はい、阿長のお姉さんまさきさんと男子の試合ですね。陽介戦、陽介戦、かなり感じ激させられる組み合わせだが、だいぶね、だいぶね、あのまさきさんもかなり数をやってるんで、ここは頑張ってもらいたい。ケンタロフ、どうすか。でも足払いがダメだった。マジケンタロフ、まあテンタラフ見える人はね、自分若いと思ってください。はい、テンタラフ見える人はまだいける、まだ全然若い。見えへん人間はちょっとあれがあれであれなんで、はい、頑張りましょう。さて最後はブーカルだよ。と残る、さすがカンディ体力がでかい。カンちゃん欲しいが、ゲーミーから刻んで終了。あー、まさきさんのどうしようみたいな顔が目に浮かぶ。しゃあねん、しびれさして掴んだらええねん。ちょっと僕はやめて、気がしちゃったらええねん。いい、みんながなかなか通らない。なかなかね、陽介戦はね、触れる技も少ないんで相当厳しい。フライダー、フライダーもあるからめんどくせえ。ダッシュ2B から反抗が通る。なんとかジャンプシーン空中出してきっちりごまかしたが、厳しい。容赦なしである。残るか、さすがだったけど、ワンマーバースまで。というわけで営業台勝ったのは、音箱、音箱陽介が勝利。 B 台は来ましたね。はい、まあ、このネタなんやろ、面白いからたまに使いますけど。さて営業台、篠介 VS ハズという、なんやろ、ストリートファイター 4VS カオスブレイカー。ストリートファイター 4VS カオスブレイカーって、そんな格言嫌やぞ俺。さて番長どうけな。今日はね、 PSR580 ぐらいという人がにもね、まあいいでしょうみたいな感じで入ってもらってます。そういう PSR 調整をしてこの大会に挑んでる人間も来るとかちらほら。ぴったり調整してきた。いや残念だったな、今日は580台やったら全然許す気満々でしたからね、ほんと。さて体力リードはず、ハズ番長逆ギレ、逆ギレ、逆ギレ読み、逆ギレ読まれてるときは押さない、いいですね。あ、足払いモップ、ここは熱波で耐える。でももう一回練習しとるこいつ、しのすけ。なかなかセットプレーの練習ができている。しかし最後は逆ギレ、いいですね。このゲーム操作やって本当に良かったね。第1ラウンドはず、カオスブレイカーというゲームの大会がね、来週あるんで、はい、来週ね、レモンブライド、エディショナルゲインとカオスブレイカーの大会がちょうど土曜日にあります、まあ、そういう、なんやろ、ニッチな格ゲーですけど、よろしかったら皆さん、観戦しに来てください。熱い対戦が繰り広げられるはずなんで。どうなっている？不正が身内でどうなってる？第1ラウンド秋葉だな。さて営業台もここは十文字ギリバレ、あーバーストしねえから。さて営業台勝ったのはハズ、ハズバマコ、開幕から自分の名前で謝っていくスタイル。おとまこですいませんってどんだけやねんってなりますけどね。さて体力リードはカンジやけど、キタロウカンジダイブしてケツから掘られる。影響体はナギスケ VS 音箱というやっぱり伏せが身内戦、右を見ても左を見ても伏せが、右を見ても左を見ても伏せが、あーやらかした、やらかした。ここが妥協して
ジャンプ B カウンター、優しい優しさあるよあるよ。あーなかったか。ジオダインか。 B 兄弟買ったのは秋尾、伏せがから来ました。参加商品いや B 兄弟で、トモさんとジグさんそのまま B 兄弟で試合をお願いいたします。トモさんとジグさんすいませんが B 兄弟でそのまま試合をお願いします。次の試合ですが A 兄弟でハズさんとキサラさん、はーいはーい、キサラくん、はい、ハズさんとキサラさん、はい、手挙げて、はい、手挙げしワンピース B を決めてください。B 兄弟で次、連戦ですけど、アキオさんとジンジャーさん、正確から来ました、あとジンジャーさん、ジンジャーさん、はい、ジンジャーさん、ジンジャーさん、はい、次試合なんで、はい、アキオさんとジンジャーさん、次 B 兄弟で試合やりますんで、両手して、あ、不正確から来ましたさん、すいません。ごめん、不正確から来ましたさんとジンジャーさんの試合、次 B 兄弟でやるんで、じゃんけんしてワンピース、B を決めてください。さて、A 兄弟、決まっている、勝ったのは音箱。身内を殴って上がっていく左右、音箱。言えるうちはまだまだやぞ。王座防衛なるか。なんのこっちゃ。さて、B 兄弟、1ラウンド目、トモが取っているが、チャージゴン、軸はコンボ。まあ、さすがにミスりませんよね。リアするだけでよかった。これで1-1。つうか俺今のスペシャルもまだ見れてないねんぞ。くそ、そう今思い出したやんけ、スペシャルまだ見れてないっちゅう。さて影響ない真夜中カオスブレーカー、真夜中カオスブレーカー、カオスブレーカー作れんやん。さてハズバーサスキサラ、DA から、おっといいよこれ、顔ブレでいいよ、第1ラウンドハズ。あ、コンボ選択バッチリですね。あー投げをこすりすぎてしまった。1回目は良かったけど2回目は押さなくてよかったか。というわけで A 兄弟勝ったのは、ごめん B 兄弟勝ったのは、軸知恵。はい、では B 兄弟で、伏せがから来、伏せがから来ましたさんとジンジャーさんの試合を行います。伏せがから来ましたさんとジンジャーさんの試合をやります。もう別にね、まだよかったよかったよかった、あかんあかん、頭開いてる、やばい、あやばいやばい、ちょっと頭開いてる今、帰ろう俺。さて甘いでいく、何の逆切れ、まずあーでもジャンプビー当たっていいダメージが入る、あお耐える耐える耐える、あれあれ、マハラギナインさんも来てんで、マハラギナインさん、あの来週 AG の大会やからもっと宣伝しといて、マハラギナインさん、あの来週のエディショナルゲームを宣伝しといてくださいね。はい、来週、カオスブレーカーの大会と、あのデモンプライドエディショナルゲームの大会の閉鎖があります。あの10月13日、今日はあのエディショナルゲーム勢か、はい、うん、はい、来週、ひらかたマハラギナインさんのメインゲームの一つであるあっちのゲームデモンブライトでも大会がありますので、みんな遊びに来てね。逆切れ、甘えんなよみたいな言葉が飛び交っている。この脇やから、ここは外れガードで耐えたけど、あーっとバーストもいけない位置だ。甘えた結果がこれだよ。さて A 兄弟勝ったらキサラシャドウラビリス、では A 兄弟クルミルクさんとエコイチさんの試合そのまま A 兄弟で行います。クルミルクさんとエコイチさんの試合を A 兄弟で180制限大会とか言いながら PSR580 に挑戦したきで来た人間や PSR580 台やったら大丈夫って言って参加してる人間もいる、そんな感じになっている。さあ B 兄弟が
ったのは伏せ家から来ました。伏せ家から来ましたさんが勝利。581対580の試合、伏せ家から来ましたが勝利。調整勢同士の対決。さて B 兄弟では裏旦那さんとマナホイさんの試合そのまま行います。 B 兄弟裏旦那さんマナホイさんの試合行います。さて俺580ぐらいなんですけどどうですかねって言われて、じゃあ裏旦那やったらいいやっていう感じで出てもらうことになった裏旦那。これちょっとずつ上がってるね。やり込めてますね。いいですね、いいですね。めっちゃ減った。いいよいいよ、ナイスサーカスよ。あ、惜しい。あー、ごまかして、マス間に合う。おっと、感電状態。あーですよね、止めませんよね。さて、次の呼び大事ですが、ここですね、はい、チップさん、はい、ケンコさんいますか。ケンコさんいますか。ケンコさん、はい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 、ケンコさん、ケンコさんいらっしゃいますか。いたらちょっとアピールしてください。ケンコさん、ケンコさんいますか。ちょっと狭くて申し訳ないですが、ケンコさん、ケンコさんいますか。ケンコさん、ケンコさん、試合対戦中かな。対戦中やな、ごめん、対戦中でした。でもね、対戦相手は宮地くんなんですが、はい、次この辺でやるんで、この辺でお待ちください。さて、マナホイ取り返しますね。いいですね。アギラオが飛ばなかった、ガーキルアギラオを飛ばせなかった裏だったみたいな、そういう煽りを飛ばしていく。さて兄弟はニコル VS アフェルだが、あとまず第1ラウンドアヘルできる。あーっと青バーさんもダメなんですよね、厳しいガーフでした。さて勝ったのは裏なんだ。はい、では B 兄弟で、はい、B 兄弟のシンコさんと宮地さんの試合を行います。はい、シンコさん、宮地さん、シンコさん、シンコさん、はい、シンコさんと宮地さんの試合を行います。はい、手挙げて、はいはい、シンコさんと宮地さんの試合を行います。 B 兄弟でシンコさんと宮地さんの試合を行います。はいはいはい、シンコさん、シンコさん、はいはいはい、お越しください。シンコさん、お越しください。ごめんなさい、ケンコさん、ケンコさん、お越しください。ごめん、次もこの調子で勝利。はい、じゃあケンコさんと宮地さん、ケンコさんと宮地さん試合やります。ケンコさん、はい、ケンコさん試合やります。はい、すいません、すいません、名前間違えました。じゃんけんしてワンピーツーピーを決めてください。ケンコさんと宮地さん試合やります。 B 兄弟で行います。はい、すいません、じゃあプレイヤーが通るんでその時はほんまに通路開けてあげてください。ちょっと狭くて申し訳ないんですが、プレイヤーが通る時は本当に通路開けてあげてください。よろしくお願いします。すいません、さて次の呼び出しですが、まあここ行っちゃおうか、ここ行っちゃいます。アモコさんと加藤さんの試合が次あります。アモコさんと加藤さんが次試合あります。加藤さんはどの辺やろ。アモコさんと加藤さんの試合次 B 兄弟で行います。さあ加藤さんはどこに行ったんだ。でもって A 代の次の試合が、あ、これもか、翡翠さんと山の羊さん、翡翠さんと山の羊さんの試合を次 A でやります。はい、まあ、そんな感じで加藤さんと山の羊さんは、山の羊さんはあれ、今日はその辺にいたのに、ガトーさんと山の羊さんはいずこへ。ガトーさん、山の羊さん、ガトーさんが KOF 中。なるほどね。さて B 代勝ったら宮地、宮地くんが勝利。じゃあ惜しいよ、山の羊さんはいない。山の羊さん、山の羊さん、山の羊さん、
そろそろ試合でーすって。じゃあ、ビーゴでこっち行きます。ナオさん、はい、ナオさん。はいはい、いますね。ナオちゃん、はい。では、サバックさん、はい、サバさん。はい、じゃあ、ジャンケンしワンピースを見てください。B 台で。B 台で試合やります。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、じゃあ、ナオちゃんとサバさん、B 台で。B 台で試合になります。さて、レディース大会に出ていた勢が、いっぱい。いっぱい一斉に試合となっております。いっぱい一斉に試合となっております。さて B 台準備できたらスタートボタン押してそのまま試合ハブ始めてください。サラさん、サラさんどうぞ。はい、いやガトーさんこの辺に来てください。はい、ガトーさんとアンポコさん次 A で、 A じゃないわ、次この辺で試合なんでお待ちください。山の羊さん、山の羊さん、山の羊さんいますか。さて逆切れ同士、いつもワッフル武田の試合こんなんや。最後はジオが当たってしまう。勝ったのはチップ、チップ番長が勝利。はい、それでは A 台でこっちこっちの方へ。次翡翠さんと対戦なんで、また翡翠 VS 山の羊かみたいな。はい、この辺でお待ちください。次 A 兄弟であれば次 A 代であるのでジャンケンシャワンピース B 決めてください。あ、はい、あ、下にも0回戦あった、ごめん見てなかった。はい、呼び出しですね。シャオロンさんとマヌエルさん、シャオロンさんとマヌエルさんの試合やります。はい、シャオロンさんいますか。もうちょっと前の方へ、シャオロンさん前の方へ。はいはいはい、マヌエルさんも前の方へ来ていただきますか。はい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 、シャズロンさんごめんごめんマジごめん。はい、ジャンケンしてワンピース B 決めてください。次 B 台でやります。次 B 台でやります。はい、 B です。ちなみに勝ったら連戦になるんですいません、よろしくお願いします。次 B 台でやるんで勝ったら連戦になります。シータさん、シータさん、はい、次勝った方とやるんでシータ君よろしくお願いします。だいたい顔が分かってきたんで俺も楽しくなってるんですよこの大会。来てくれる人ほんまにね、みんな来てくれるんでだいぶ楽しくなってますよ。さて A 台ではガトーがまずは第1ラウンド選手、このね空中振り向きバックダッシュからね攻めるのがね非常にねいいですね。あの動きね練習しないと絶対できないんで本当に相当やり込んでいると感じさせます。さて B 型で決まっている勝ったらなおさんの勝利。ヤビー兄弟、シャズロンさんとマロエさん、そのまま試合をお願いします。シャズロンさんとマロエさん、そのまま試合をお願いします。リードはしているが、マジにするな、大きいのはもらうなよ。さあ、ではもこマハラギダギン、アギダギンまで決めてワンチャンある。あー、ガキルはジャンプでかわす、ジャンプには中断から。あー、でも逆切れ、あ、なってしまう。だいたいね、かわそうとした意図はあったんですが、当たってしまった。やっぱ振り実力伯仲、どうなるこの試合。さあマヌエル VS シャズロン第1ラウンドはマヌエルだが、さて A 代またレディース大会勢が来ている。山の羊 VS 翡翠、こういうリベンジがあるのもね面白いですね。今日はね、なんやろ、レディース大会出てるプレイヤー勢も結構頑張って1回戦を突破してるプレイヤーもいるので非常にね期待が持てますね。プレッシャーを与えていこう。さて未来その場逆にね、名前がね楽天勝てればそれでいい。あー、これ千葉さん喜んでますね。うちの上司楽天ファンなんですよ。このカード名はね相当ね攻めてきてますね。アチョも攻めてきてます。いい感じでコーナリング攻めてきてますよこれ。楽天勝てればそれでいい、素晴らしい。さて獅子がどうでもここでバースト、特製バースまでなかなかいい感じ。反転くしっていく、何じゃするのか、ラブライ当たって、うわやっちゃった。これはジオダインだが残るで、ね、
さすが鑑定。どうするんだこれは。あー BSB1 を分かったのは楽天勝てます。それでいい、シャズロンが勝利で、 B 兄弟すいません連戦になりますが、シャズロンさんと、シータさんの試合をそのまま行います。シャズロンさんとシータさんの試合をそのまま行います。はいはいはい、手挙げて。シャズロンさんとシータさん、シータさんもシータの前の方に手挙げてくれるかな、すいません。次 B 兄弟で行いますので、 B 兄弟付近でお待ちください。次 B 代で試合を行います。で A 代の次の試合がここですね。はい、オレンジさん、オレンジさんお待たせしました。はい、対戦相手ユウトさん。はいはい、ユウト君。はい、ユウトさん、はい、はい、はいはい、こちらお越しください。じゃあ次 A 代で試合します。オレンジさんとユウトさん、じゃんけんしてワンピーツ B を決めて A 代付近でお待ちください。新風くん、新風くん、はい、カエサルさん、カエサル、次A 代で冷静になるんで、はい、A 代付近でお待ちください。この人数ですからね、この熱気とこの応援とこの1回戦の熱さ。さて A 代はまずは幹事サンドバッグ、サンドバッグ恋してるぜプリスト。さあどういくか、ここからどうやってこらえていくか。暴れ、なんかうさんくさいが、ここはプリスト攻めていく。来た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 、逆に入れかもしれん。さて B 兄弟勝ったらシータ、あイギス、シータイギスが勝利。では B 代で松さんとケロリさん、松さんとケロリさん、そのまま B 兄弟で、はいはい、試合を始めてください。よろしくお願いします。持続ヒット、逆切れがされ、押し出し。さて、次の呼び出しがありました。2回戦ですね、おとまこさん、おとまこさん、はいはい、対戦相手アヘルさん、あれ、どこ行った、対戦相手アヘルさんです。はいはいはい、次 A、ごめんなさい、 B でやります。次 B でやります。はい、じゃあじゃんけんしてワンピース B を決めておいてください。次 B 兄弟でやります。次 B 代でやりますので、よろしくお願いします。さあ、営業代勝ったら幹事、幹事がね、だいぶね、来てますね。サンドバック幹事が勝利。制限戦、600円が制限戦でやりますので、皆様よろしくお願いします。11月11日、来月は11月にやったな、こいちゃみたいな。はい、600以下でやります。まあ、こいちゃんが600超えてることもあったんで、ちゃんとやれば600超えると思うんですが。さて A 代、オレンジ VS ユウト、ここに来てユウト君がわからん殺しを受けているとか言ってる間に B 兄弟勝ったらケロリ感じ、ケロリ感じが勝利。では B 兄弟は2回戦いきますね。1回戦1戦目、オトマコさんとアヘルさん、そのままオトマコさんとアヘルさん、そのまま試合を始めてください。ここでいい。で B 兄弟の次の試合ですが、エコイチさんとウラダンダさんの試合をやります。うん、ごめんね。はい、いける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 。食べたらやねん、食べたら。さて1回戦2回戦は駆け足で行っておりますが、38名のトーナメントなんで、3回戦からベスト8になるんで、ベスト8からは1台でみんなで見ながら煽りながら見ていこうかなと思います。応援だ、嫌でね、応援本番。京都 VS 伏せみたいなところあるで、ね
さて兵内では第2ラウンドは来た来た、ユウトの射撃バカラン殺しが来た。近づかなくても大丈夫、やっぱりナオト近づかなくても大丈夫みたいな。シクガン、ネットガン、エレンから射撃割り、あー牛が割れた、ドナドナされる。罠置きながら罠消した。ニュート射撃、オレンジ走れ、ドナドナ復活。レンガはガードして足払い。さてどうすんねこれ、エレンとさらに倍率。地雷が当たる、お願い、下のマキア時間を止めて、あかんやつや、これあかんやつやった。最後わからん殺ししたのはオレンジ、いやーガードでよかった。では影響大冷戦ですが、オレンジさんと、カエサルさん、オレンジさんとカエサルさんの試合を行う、音箱勝利。王座防衛なるか、ジクさん、はいジクさん、はい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 、はい、ではねチップさん、はい、では次兵隊で行いますので、じゃんけんしてワンピース B を決めておいていただけますか。さあ B 隊はエコ1対裏だった。はい、じゃあ A 兄弟付近でお待ちください。 B 兄弟次の試合ですが、宮地さん、はい宮地さんとガトーさんの試合やります。はいはいはい、じゃんけんしてワンピース B を決めておいていただけますか。さあね、2回戦が始まっております。あ、影響台1回戦最後の試合がまだ残っております。オレンジ VS カエサール、あでも逃げが早い、ナイス逃げ、投げて髪足に押すけど、逃げ足払い、フックフックからこれはすぐ受け身が取れるんで DB 対応、おっと奪ったか、足払い通る、もちろん、あごまかして、えそれそれあかん、ごまかしや、なんとかワンワンワーストで危ないとか耐えていく。あーしかしカエサール、勝ち方に断っていった、カエサールフィニッシュ。第1ラウンドはカエサール失敗。さて第2ラウンド、ギロチンから 8C で制限しながら、 2C で制限しながらの動き、これが非常に強い。早くも覚醒、ビーム当たっちゃう、 A レンで OK、 2C で牽制、 2C で牽制進めながら、あっとボコスが届かない。さてここどうして入っていくか、変えたらどうして入っていくか、オレンジこのままわからん腰できるか、おっと投げで入って一旦逃れる、カエサルかわす、アギダイまで B 兄弟が決まっている、勝ったのは裏だった、やだな。じゃあ B 兄弟、宮地さんと加藤さん、そのまま B 兄弟で、はい、試合を始めてください。さて A 兄弟はオレンジが取り返して1-1、さて第3ラウンド、ここでオレンジの逆襲が始まるか、亀梨、あーカエサル強い、アステリオスを殴り飛ばすカエサルさん、マジかっけ、カエサールドナドナされて、問題に行くしかない、ジャンプ B、これが落ちない、ボコスかガードワンまで耐えて、えこれは逆や、裏から掘りに行く、あ最後 2B、 さて影響台勝ったらカエサル、カエサルが勝利って言うと面白いなこれ。はい、では影響台で次の試合ですね、ジクさんとチップさん、じゃんけんして 1P2P を決めておいてください。 B 兄弟次の試合はナオさんとシータさん、ナオさんとシータさんの試合です。はい、入ってあげて、はい、じゃあじゃんけんして 1P2P を決めておいていただきます。はい、次 AB 兄弟でやりますので、よろしくお願いします。並んでやるわけじゃねえんだ
感が読まれてる。ピンク投げ切れ。さあ、ね、営業だ。エチップ VS ジグ。状況を変える手段が必要とされています。逆切れで返して逆切れ、おっとここは逆切れガン読みで釣っていったけど、おっとチップバンジョーコンボミス。素晴らしい読みを見せたが後が続かない。なんで回しながらだが繋がっていない。ここ防衛で割る、うまい。このバンジョーはなかなかうまいんじゃないだろうか。 B 兄弟決まっている。勝ったのはワンピー側、宮地ミツルが勝利。では B 兄弟、そのままナオさんとシータさん B 兄弟で試合を始めてください。 A 兄弟第1ラウンドはモップです。モップ、このバンジョー結構できる、すごくうまい。しかしここスカイ見えない。あれ見えるようにできてないんで、でだから逆切れ、おっとクイックでさばいたけど、だからそういうなんか謎のコマンドがジグ君の実力を半分にしている。ジグっぽい得点ごとアンド。しかしこういうコンボはねちゃんとできるんやけど、ここは確定ですね。 2D に対して十文字モップから逆切れ合わせていく、強くいった。さあでこれで1-1、両者なかなかの実力の持ち主。第3ラウンド全力フルスロットいいですね。おっとまさかの B 暴れで、なぜかドラゴンが当たっちゃう。ここはバースト置き攻めを拒否っていく。ジャンプに巻き込んで中段ガード、これはチップよく見ていたが、さらに獅子でダブルアップしていろいろあった。ボスカタックバスト、ジャブミカウターよく見てる。 AC で獅子で落とす。得点壁に入らない、投げ暴れて EA できっちり拾う。なぜかバックジャンプあるある。アグネアストラ見てから治療弾は確定しないものの、なぜかアグネアストラも D。 うおーゴッドハンド通るか、逆切れで耐える、すごい噛み合い方をした。いいよいいよ、防衛どうして、トポイがいないんで回らなくて、どうするこれ。ジャンプ BB 回る、ここは獅子が出てしまう。勝ったのは軸、軸知恵。いろいろうさんくさかったもの勝ったのは軸知恵。はい、行きましょう。バックさん、じゃあじゃんけんしてワンピース B をワンピース B を決めてください。相手の B 兄弟でやります。肉を取ります。マクを勝負ですね。接点ですね。パンチを取って。B 兄弟で出し合いをお願いします。サンドバッグさんと、伏せ側から来ましたさん。 B 兄弟出し合いです。読まなかったら10秒待ってください。そういう仕様です。さて営業台、営業台キサラ VS キスイ。さて逆切れからアウト、これが暴走縮小、あなたに足形つけてあげる。どうもキスイです。あかんあかん、得点から残っている。逆切れセンスあるわほんま。第1ラウンドはキスイ、第2ラウンド、こちらのバンダー惜しいからラッシュキャンセル、走り込んで 2A 当たってたけど投げる裏からだが逆入れで返していった。いやー何々を甘いリスムで木更くんが死んでいったら一番面白い気がするんだが、甘いで勝つのか甘いでも止められるのか。レーザー逆入れ見てみよう、逆切れ、おっと押せなかった。さてお互いバースを使い切って、レーザーは落ちて OK。 まさかのギーシータイグ、ダッシュキャンセルが出ないから、ダブルA ギロチン牛パンクーナのコンボ失敗。逆切れからの牛パンで飛ばして、とりあえずアグネスラ、まずアグネスラどうする、いいえ、いけな
うおー、甘えにする。そういう補正切りはちょっとギリギリの勝利でした。さて第3ラウンド、まずは DC、 どこから入る。グラビーからエレンが入る。ガードしてまだエレン逆ギレは取れない。エレン特に何も甘えてない、普通にやってるだけ。キサラ逆ギレ、今のは甘え。エレンから逆ギレ使っているが反撃ができない、当たっちゃう。ギロちゃん中断、足型きた。これさあどっちの甘えでしょう、どっちの甘いでしょ。枠勢かわす、うまい。逆ギレ甘えにしていく、ここすか。また逆ギレ、ボタンは通らず。いやー名前の読み、あれキサラさん繋がってませんよ。勝ったのはキサラ。そして B 筐体は 1P は不正がから来ましたさん、あ不正がから来ましたさんが勝利。実力伯仲どうなるこの試合、見ていきましょう。2番戦最後の試合、カイサルバサスキロリー、真田明彦対辰巳幹事。この真田明彦なんやろ、阿長に救う下級とかいう感じにだいぶ痛めつけられてるんで、幹事戦は分かってるはず。逆ギレ、逆ギレ手打でぶっ込んで、さらに連携に行く串刺しからの SP。リーグ氏は取った、カエサールお互い入れ替えて、いいカウンターから A レンで OK。 A 足払いバーストスルーダイブかわして、ジャブリー、これはかわすが確定ですね。竹三勝氏が守ってくれた、これがマジカル竹三勝氏パワーが大事なの。ケロリー、すいません、あれね確定しないんですよ。ダックがダックフォーク、竹三勝氏の後でヒットストップが増えるんで確定しないんで大事です。あっと、いろいろあった、フェータル当てたまでよかったが焦ってコンボミスにバーストしてしまう、あると思います。カイザール中断、エレン暴れて、あー釣れるのが裏に落ちてフォローしたがフォローしきれない、これ命拾い。カイザール殴って、あーもう一回対空釣る、エリアルルード、これは1,2,3,4 からのどっちや、結果やったら残るよ、実は残らないルートがあった。マハジオナイン、ジャンプ B ガード、あー来たこれ、耐えて見上がれ、勝ったのはケロリ感じ。さてではベスト8いきましょう。1戦目、音箱対裏旦那、音箱対裏旦那です。もう言うては何でしょう、特別な裏なんだのもいいぐらい、はい、見ていきましょう。というわけでピースターの580人か限定戦、今日はね580台やったら別にいいよ的な感じで俺が無理やりぶっ込んだ、実は下級のお気に入りプレイヤー裏なんだ。そして 1P 側、この男コスプレ勢のオートマコ、このプレイヤーもなかなかかなりできる系のプレイヤー。だからまず体力を先制しているのは裏なんだ。宣言からこれノーマルなんで拾えず投げて毒がついちゃう、もっと抜けるできる。ここでいろいろあった、いろいろあった、まあしょうがない、あれはしょうがない、わからんわからん。エレンから投げが通る、アギジャンプ D からの投げ、第1ラウンド裏だんだ。さて第2ラウンド、おのまこっからの逆襲、まずはジライア飛ばして、そして低空からのムーンでダメージを加速させていく、ムーンでおっと当たらず、ごまかせるか、ムーンムーン点検ガードやってしまった。画面足寄せてエレンからジャンプし、エレン押し、いやここはオートバック耐えますね、ガーフには行かせません、きっちりジャンプでガードからの逆ギレ切り返す。しかしまた画面足逆ギレ、心が強い、投げて ABAB 重なっていくが、あっとコンボミス、危ない展開。体力リードは音箱だが覚醒している、いいですね、ブーブーヒット確認ガルダイン、こういうところができるというんだよ、帽子西まで。さて音箱取り返す11、いいよいいよ。第3ラウンド、
出るよ。まずはジャンプビーカウンター拾えないけど、まあ問題ない。受け身取らなかったらこうなる系な。 A ダブル A で対空してきっちり空中ヒットボン。そして2連覇アゲが当たってしまう。ゲージを回収しながら覚醒早い。まずは青ジャンプシーカウンターうまく拾うできる。さてオートマグ反撃したい。ここからどこまで行くか。逆入れよった賭けはかわす。うんごまかせない。アギアギない。残るかな。残らない。だったな。裏なんな。まずは裏なんなが準決勝進出。さて2戦目行きましょう。キサラ VS シータ。またか見てると思った方がいい。さて見ていきましょう。準決勝だ、ごめんなさい、ベスト8第2試合ですね。シャドウラミリス VS アイリス姉妹対決だが、キサラ VS シータ5B2B。 おっと 8C アッパーで突き上げる。シータシャドウラミリス戦は 2B が機能しにくいので、どうやってまずは触っていくか。ここは透かして投げ、わからん。ハッシーガード、ミシガードから逆切れで割る。さっきの逆切れスタート、ジャンプ C から右の右のからの、おーっと逆切れ、いいですね。あれはしょうがない、いい逆切れです。甘いじゃない。下段が通る。バーストは覚醒バースト、うまいよ。北のマキア、まずはあ、怒鳴っちゃった。 8C がアテナに潰されるだと。そして画面のシコン、これはうまい。ナイスコンボ選択。第1ラウンドシータ大逆転です。さあで第2ラウンド立ち回りはこれちゃんとやったらシャドウダミエスがいけるはずなんで。うんと黄色いけどちゃんと練習している。ハイジャンプコン当てて、これはガード、でも中段が通ってしまう。エル、いいですね。バーストチェンジして、こっからです。キサラどうやってどうやって対決かかるか。対空だったら安くて意味チェンジ、裏から当たってしまう。これはきつい。かわした、いいですね。ここで SB がチタのマキアコン、アッシーギロチン、あ惜しい。え謎金馬当たってワンチャン。ボビー足場ないから、これはワンチャンある。 6B 空振り、なんかいろいろあった。逆切れやっちゃった。甘えにしていくが、セーフセーフ。甘えが通った、甘えが通った。まだいける、まだいける。俺甘えるよ。あー通りません。逆切れまで勝ったのはシーダーとしてるんですよ、この2人。下克上なるか。いきましょう。ベスト83戦目、ビアチ VS ジーク、ミスル VS チー。まずは 2A からだったが、 2B は届かない。ジャンピ相打ちドロア、 B ドロスタイル。ここは何も釣れなかったがドロア、おっと相打ち。ここはミアチが結構いい感じに攻めていく。逆切れ、さてジーク落ち着いて立ち回りしていきたい。覚醒足払いはかわす。お互い大会の緊張もあるときついが、ここは逆切れ。ここスカを跳ね返す。逆切れガード、結構緊張の色が画面の奥から見て取れる。先にペースをつかみ直すのはどっちだ。逆切れまだ打つ。さあどうする。ドロー当たって逆に入れ替えてジャンプ D から攻めたかった。バースト使う。ドロー相打ち、ジャンプ D 生き残っている。刻んで上りジャンプ B。 第1ラウンド宮地、宮地の逆切れいい感じで割り込んでいきます。第2ラウンド時空、こっから修正できるか。イビ大群うまい。おっとだがコンパできない、惜しい。 2A 黒点が漏れてしまう。ジャンプ C はかわす。始まるヘイト投げ抜ける。この辺がね結構ね 5P サルダヘイトやってるやり込みが出てますね。逆切れ打たない、逆切れ打たない。 2B 大群うまい。今のはやり込みが見える。だが空投げ、あー拾えない。命拾いだがやった、ついに連れて。でもセーフセーフ、まだ生きてる。ゴッドハンド、軸といえばこのゴッドハンド。マリカリン、ここスカワかわす。
橋場が来た吸ってラストを使わせるまで来たワンちゃん。だがドロワー勝ったのは宮地、宮地ミスる。いやーそつなく動きましたね。伏せがから来ましたバーサスケロリ、行きましょうベスト8第4戦。伏せがから来ました、アキオバーサスケロリ。ここから空対空で突っかかっていく、これが非常に辛い。シシシシジャンプシーで釣れないかな釣れないかなと逆切れ対空だが、シシ着地もいい。シシダブルエリアル成功、きっちり拾って耐えてみやがれ。追加打たない D が重ならないが A レーン惜しいから揺さぶる、寄ってきたところ足払いまで。ここは SB に対して逆切れを合わせる。さて体力差は5分、耐えては届かない。ポップが始まる、見えへん見えへん。きっちりポップかけてエラガード A、 あっとやらかしてしまった。シシコン DBJC シシ AAA まで。第1ラウンド秋を伏せから来ました。伏せが勢最後の一人として負けるわけにはいかない。第2ラウンドここからジャンプ B、ここはクルタイグ休めたが問題なくて、ボビー通ってしまう。おっとどっか行ったぞ。ジャンプ C 当ててんのよ DB タイグ。これを潰さないとね難しいんですよね。雷を置いた、あー竹見がさ、竹さんが竹さんが行ってしまわれる。まあまあこれは完璧なコンボ確認。2、3逆切れ打たないから DB タイグマス買ってしまう。あるか耐えてね、逃げ切れず勝ったのは伏せがから来ました秋を見ていきましょう。10月8日体育の日、プレスのポージアルティメイト一杯のカリーナ PSR 581日限定戦準決勝第1試合、ウラナンナ VS シータ、アイギス VS ユキコ、よく京都アチョで対戦している2人の準決勝になったが、ジャンプ B 5位。おっと暴れ勝ったのはユキコからの、ここは全然ケアの空中バックダッシュ B バーストから、おお逆に出る、バルガンが出て、ジャンプ D はバックステが強すぎて、お逆にかわしただけ。さてここでノーマルに戻っている。ダブル A から空中確認、ハギで飛ばしてジャンプ D で捕まえたが投げ暴れからの投げ暴れ、もちろんユキがゴム入って顔正義でいい。ここスカダック、ここはチソコンでアギナイまでロッケでしょう。第1ラウンドウラダンナ、なぜウラダンナ。第2ラウンド意味巻いてチェンジして、ここは近寄れない、近寄れない、一旦休憩。しかしここでジャンプ A カウンターからワンコンボ、画面端ジャンプに投げ幅でまたかよからの投げ幅でセーズ、ダブル A 当たってしまう。画面足のユキコ危ないよ、ゲダガードアギを当てる。おっと防衛タイプバーストシータ寄りたい寄りたい、メイドバック捨てでかわして、ここはいいクイックエスケーブ、 DB 寄り切った、 DB からメイドでごまかした。中段ガードガーキャン、これもいいガーキャン、もう逆入れするしかないが、もちろん読み切って画面押しジャンプ A カウンター、これはバーストポイントがない。勝ったのは裏旦那、いや素晴らしい素晴らしい、待っている追加のパワーが一つに集まっている。対してツビが宮地、宮地アチョでずっと野良で頑張ってる宮地、行きましょう準決勝第2試合、伏せがから来ました秋尾 VS 宮地、鳴川美優 VS ミスルー、まずは組対空からドラで寄りたい、あったドラ出ない、ドラ DB で当たっている。これ ACC から CC3A EC ガードする、画面足のマウントがきつい、ジャンプ B が取ってしまう、バーストまずかんざるを得ない、しゃがみと美味しい。おっとドラが出ないけ、ここは揺さぶりながら投げは逆切れかわして
逆切れ、きっちり割っていく。画面をよく見ている宮地だが電光石火見えるわけなくてボコスカになってしまう。タメが間に合っていない。おっと、おいしい、まだあるぞ。あー、でもドロワーをジオで止めていった。第1ラウンドは秋代鳴門美優。第2ラウンド、さてまずは第2ラウンド、ジャンプ B 先端から連続ガード。おっと裏ジャンプ B しゃがんでいた。もう1回下段が通る、きっちり中央下段が通る。おっと繋がっていない、おいしいぞ。さてジオの硬直当てて、こっからです。追い出し払い、カウンターだが何も来ない。逆切れ届く、逆切れ体育。さて分からなくなってきた。EB ジオまだある。ドローはカウンターから画面足寄せてジャンプ B 回避していく。おっとこれ美味しい、電光石火、あ美味しくない、しゃがみヒットに上がった。逆切れ、まあ、取れば武空大員褒美足払い、これ繋がりませんが上りジャンプ B まで落ち着いて、落ち着いて一本取り返す。宮地第3ラウンド、第3ラウンドはおっと石火反応が遅れたが逆切れが間に合う。ジャンプビガード、獅子を当てる。おっと中断だ、起こすかなくバストまで固定調和して 2B 体育。おっといろいろあった、ここどうする、足払いで差し込んだ、釣れた、ジャンプ C ガウンダー、はいはい、あー見捨てる、体力が5分 2B 通って落として覚醒、逆切り打ちません。ドロアから突っかかっていくが何も起きない。ドロア当てて覚醒、 SP ドロア体力5分、ドロアカウント、あやってしまった。 SP 投げが通る、見まで勝ったのは宮地、ここは力強くいった宮地、いや心が強いね。最後食うか食われるか、3位決定戦というわけで、不正解から来ました VS シータ3位決定戦。ジャンプ B から落とす、地雷巻きながらだがこのテーダも 2B で通さないと。ここはシータ結構苦しい立ち回りを強いられている。ゲナガード中段に集め、ジャンプ B の2集めがきつい。バーストからチェッジ、ここ触っていきたい、下がる秋葉ウメギド逆切れの応酬、足払い、ここはメギドチェンジと、なんとか実利を回収したシーダ。 AWA からテイダコーン、きっちり間に合っている。おお拾えない、これは運が良かった秋葉。バスカタック覚醒直前なんででかい、もちろんジオラインまでぴったりです。第1ラウンドは秋代、第2ラウンド開幕 2B が潰れる 5B、 あれがあるんでね厳しい。チェンジから突っかかっていくが空手は届かない。ジャンプ B 美味しい、メギドセットプレー、表はガードだが中段、メギドチェンジ裏から敵台 2B まで、チェンジから攻めたい 2B、 メギドガードして投げが通る、間に合った、もうコースがなくやり返していった。メギドファイヤーチェンジ、逆切れ打たない。さてここ立ち回り、ここで秋落としは詰めていきたい、だが 2B で跳ね返して中段だけ、ラジカルが出ない、ごまかした、シーダごまかしました、ナイスフォロー、これで11。第3ラウンド、大会の緊張もあるんでね、コンボ見せるのはしょうがない。だが第3ラウンド、まずは秋を中段が通る、ジャンプ B の2発目、あれがマジ無理。2回目下段ガード、中段ガード頑張ってガードした、逆入れで割って2B からジャンプ B、これは E が足払いが届かない分、でも 2B メギド、はいもう1回チェンジから OA 裏、あっと届かない、ジャンプ B カウンター、うまいうまいよ、拾って SB メギド、ランチカレーからの
大立て丸勝ったのはシード。いやー最後はきっちりやりきりましたね、コンボ感想。というわけで3位がシータさんのアイギス、4位が基準がないんでね。さて見ていきましょう、今日の決勝はこうなりました。10月8日 BSR580 以下限定戦、決勝宮地 VS 浦ナンナ。まずは開幕ジャンプ D をマイティーコードするが、テーダー A で潰して端に寄っていく、家で刻みながら歩きゲナン。ペルソナでもそういうのあるのか、ジャンプ B 出さずにゲナン逆ギレかわすバスト。さてここから A が通る 5C からドローだが、ここはバックジャンプで OK です。あんまり OK じゃないんだけどな、コビショートビートになってしまう。バックジャンプ B はガード、体力差がちょっとずつ詰まってジャンプに裏になる。暴れたところ何も来てないが、ドローは潰している。ドラカウンターからゲラ取っちゃった、バースト。さすがにバースト。ジャンプ A 何も起きない、ジャンプ B で飛ばして上り B がガッティンだけ願いがめぐりからワンコン、マハラギナイガキル、あーガキルが通ってしまう。第1ラウンドは裏旦那。さて第2ラウンド、ついてガーキルでとどめを刺した裏旦那。第2ラウンドはジャンプ A はガードしている。ドロー無視、中に入ってきっちり拾う。あっとブクラ当たらない。ジャンプ B、5B から始まない。おっとドロアカウンター、ブルア 5B、2B、ドロアまで。そして副大巻いてゲナンガード、耐えているエレンが刺さる、投げ暴れ。ここから始まるか、裏ナンのマジック。ゲナン通しません、通しません。スカシゲナン逆ギレ、宮地取り返す 1C。 さて第3ラウンド、ジャンプ B は当たらず、からジャンプ B ガード。おっと暴れ勝ったのは宮地、足払いとドローが当たる。ジャンプ B でダメージを積みながらダブル A からワンボンボン押し返して投げる。ここは逆切れ警戒だが、対空逆切れ入れ替えて、まだ分かんない。5A のみ惜しい、これも逆切れ警戒だが、ここで 5A が当たる。画面足のアギ置いて逆切れ相打ち、覚醒に入ったが押さない押さない、逆切れ攻める逆切れ、カウンターブクダイが届かず。さあどうする、体力リードはバスト、体力リードは宮地、ジャンプ B ガード、ダブル A からマハラギダイ。おーっとガードしている、呼んでいる、逆切れガードブクダイ。あれユキコは何もできないで、全然するしかない。勝ったのはというわけで